草の会の三国タイム動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回頂上対決のお話をさせていただけたらなと思うんですけど、久しぶりにね王者まで来ることができました。でまあ24個終わったんでこれ以上はないんですけど、今回15回勝てたということになってるんですよね。ソロでやりだしてからは王者になれることもほぼなかったんですけどね、今回はなることができました。で先週と今週で合計、16回戦ったんかな。12回は、まあ、有効回数って言ったらいいかな、あのポイントになるやつで、あと4回はちょっと試しにと言いますか、まあ、練習で出征させていただいたんですけど、防衛のね成績がめちゃくちゃいいんですよ。でまだリプの内容見てないんですけど、これはどう考えても紫龍のおかげとしか思えないんですよね。で16回戦って3枚取られることは1回もなくて、2枚取られたらもう2回だけで、あとの14回は0か1なんですよ。しかも多分0の割合の方が多かったぐらいやと思うんですよね。なんで今回はその紫龍のおかげでどんぐらいこう頂上で防衛できてるのかというのをですね、一緒に見ていけたらなと思うんですけど、僕自身リプをねまだ確認してないんですよね。なんでもしかしたら紫龍関係ないかもしれないんですよ。ただ紫龍関係なくこんだけ防衛できてるっていうことは、陣形が優れているということにもつながると思いますので、ぜひね真似してもらえたらなと思う次第なんですけどね。そしたらリプの方を確認していきたいんですが、はい、1回目はここですね。はい、154の方から攻められてるんですけど、43%0枚で抑えてますよね。このリップを見ていきましょう。はい、こういう陣形です。もう皆さん結構見てもらってる陣形だと思うんですけど、主君ですね。で、曹操、関羽が助っ人かな。で、文王、劉備、で、天衣。で、呂炎霊ですね。で、天衣を突っ込ませてターゲット取ってるんですけど、ほらですね、見どこは。ごちゃごちゃしてて、分かりにくいよ、分かりにくいですけどね。紫龍がまあバンバンスキル打ってますよね。はい、またスキル打ってます。でこんな感じでまあ紫龍がですね、攻めてきた武将をまあめった刺しって言うたらいいんですかね、槍で突きまくってゼロ枚で抑えてるという印象ですね。ただちょっとこれ分かりにくいな。でおそらく紫龍が脅威だというのは分かってて、紫龍を先に殺しにかかるために、右下から、まあ、攻めているんだとは思うんですけど、まあ関鳥羽とかに乗ってるんでね、なかなか死なないですよね。本当あの運営に物申すっていう動画でも言いましたけど、ごちゃごちゃしすぎて何が起こってんのかが分からないんですよね。はい、紫龍がもうノンストップでねスキル打ってるぐらいの勢いですよね。これはやっぱりまあ武将が多い頂上ならではだと思うんですけど、相手の助っ人とか逆に紫龍のスキルを貯めるための存在でしかないぐらいの勢いで紫龍がスキル打ちまくってますよね。こんな感じで、0枚ということになってるってことかな。はい、そしたら次のリプ見ていきましょうか。ここか。ここでは、あ、ここも0枚ですね。31%。かなり頑張ってますね。陣形は同じです。やっぱこっちから行きますか。文王ですね。で、孔明はこれは助っ人じゃないですね。猛角が助っ人ですね。はい、誰か倒
しましたよね。二強に凍らされてちょっと死竜が立ち止まってるんですけど、まあ、ただ全然死んではないですよね。やっぱ援軍処理はせないかんですね。結局武王しか残ってないですね。はい、入ってきてもこんな感じで死竜でもう即死もええとこですね。いやこれ頂上のバランス壊れてないですか。助っ人はロシクだったみたいですね。え、ロシクなんかいた？死ぬまで告示に尽くす。まあ諸葛亮はね、対武将には悪くはないと思うんですけど、うん、ロシクの存在が確認できないぐらいごちゃごちゃしてますね。ただ何せ猛角とかで武将をねある程度止めている間にもう紫竜がね武将をめった刺しにしてくれるんですよね。これではちょっとまあ攻め手に書くんじゃないかなと思うんですけどね、攻める側もね。はい、ただ紫竜側から行かないとあのさっさとこの紫竜を倒さんことにはね話にならないというところがあるので、まあこのような結果には、まあ、繋がるんですけど、打数位置的には悪くないんじゃないかなと思うんですけどね。次見ていきましょうか。はい、ここも1枚しか取られてないですね。お、今度は逆から来ましたね。孔明で援軍処理にかかってる感じですね。で二強分を劉備、割と鉄板のメンバーで来てる感じがしますよね。で助っ人は新規か、新規とあと一人誰なのかがちょっと確認できないですけど、こっちから行くと紫竜がだいぶ遠いので武将が紫竜に全然やられてないですけど、やっぱり中心付近に来たらこんな感じで、おお、劉備がこんだけ即死すんのか。これはちょっと驚きですね。猛角は釣られちゃってるので、まあ死んじゃってますけど。はい、上の。うわーこれは、上の諸葛亮、よう頑張ってるなって感じですけどね。ただ、紫竜に見っかって。こんな感じで、あれですね。消えた瞬間はダメージ受けないみたいですけど、もう紫竜が戻った段階でこんだけスキルゲージが溜まってるんでね、まあこれはどうしようもないなあいう感じですね。助っ人は芝居ですか、芝居やおったかこれもしかしたらもうちょい中に入れてもいいかもしれないですね、紫竜をね。なんで紫竜と逆側から行けばまあ1枚は取れるかなっていう感じですよね。あ、芝居おったわ。ただ、まあ、頂上に対しての熱意っていうのがね、下がってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、もうええ加減長いことやってるんでね、ちょっと飽きてきてる人も多いと思うんですよ。で、まあ、その中でこの防衛に紫竜がいた時のどうにもならなさ、これはますます頂上をやる人が減る要因になってしまいそうな気がしますけどね。はい。言うたら、紫竜分を長雲しか残ってないんですけど、城にね、全然到達してないですよね。手前が削れても紫竜にかかったら結局みんな死んじゃうみたいなね。これはなかなか壊れだなと思いますね。そしたら次のリップ行ってみましょうか。ここでも1枚取られてますね。また紫竜と逆から行ってるんかな。あ、上ですね。やっぱ紫竜側からは行ってないですね。紫竜側から行かんかって1枚は取れるんですね。
分を両遠霊でサイドカットして左上ぐらいから出していこうというところですかね。で、天意の声がしましたね。あ、下ですね。で、下側の施設をきちんと、まあ、削ってますよね。この人、援軍、両遠霊が援軍にやられちゃってますけど、文王側から言うたら援軍行くように処理してたら多分両遠霊まで生きてますね。まあ、おあーなるほど、全体的に削ってったんですね。まあこれやったら1枚も納得ですよね。変異殺してまたスキルゲージが溜まって戻って即発動いう感じですね。ただあのスキルゲージが溜まっててもこの剣が刺さっている状態の時はスキルが再発動しないみたいですね。戻ったらまた即打つという感じなんで、剣が刺さっている間でもスキルゲージが溜まったらまたすぐスキルを打ってくれるみたいな状態だったらますます手がつけられないっていうことになりますよね。いやーこいつは化け物ですね。ここかな次。ここは2枚取られたんじゃないかな。どうやって2枚取られたんだろう。実際問題ね、両毛編成です。鼻から2枚狙いの場合は、割と、死竜がおっても関係ないんですけどね。文王と主君で、サイドカット。で、孔明もこれサイドカットか。いや、攻め側に死竜がいますね。ただ攻めの支流がね、そんな戻ってない時に戻ってってるような感じもしますよね。じゃあ今度は攻めの支流の強さが見えるかな。あら、そうでもないな。はい、これでみんな死にました。ここはどうする。ああ、両毛か。これは2枚取られてなくてもおかしくないなという感じがしますけどね。どうやって2枚取られたんや。人形発動してっていう感じかな。でもないか。もうかく倒しきるんか。ダメだ、今日はダメだ。天は我を見放した。そうですね、ギリギリ取られたっていう感じですね。ただここで撤退する意味はわからないですけどね。破壊率を稼がないかんのに、やっぱり、リョモが死ぬまでは見るべきだと思うんですけど、2枚取りにかかるんだったら、もうちょい攻め方あるかなと思うんですけどね。どう考えても、上ぐらいから、その、リョモですね、を出すように考えて出撃させた方が、この手前にこの猛角とかおるんで、下からあんまり出したくないですよね、リョモをね。上だったら主君しかいないので、そういった削り方をするべきだと思うんですけど、まあどうなんでしょう、うまいこといけば3枚取れると思ったんですかね。はい、攻撃側で支流が単独になるとさすがにちょっときつそうですね。これなんだかんだ言って防衛の急長運も強いですからね。で、案外文王、防衛の文王がええ味出してますよね。攻撃力高いんでね。そしたら次のリップ見ていきましょうか。これか。おお、これは0枚で抑えてますね。私と共にこの乱世を駆け抜けよう。猛角が助っ人ですね。で、この人は右下から行きましたね。これ支流側から行くんは地雷かもしんないですね。まあ攻めにも支流がいりゃ別なんですけど、はい見っけたと思ったらもうかさず飛び出してきますね。ただ結構削れてないですね。
お、シリュウ死ぬかこれ。あー死なんな。うわー、このスキルの溜まり方がえぐいですよね。もうひたすら打ってるって感じですよね、スキルをね。はい、こんな感じで。こんなことされたらそら取れんわな。なんでこれからは頂上で3枚と、3枚というか成果を残そうと思ったら、その攻めにも支流を入れるか、それかもう旅網の編成で2枚取りに行くかしかないんじゃないですか、これ。だって、文王、劉備、二強いう感じで、まあ、旅縁連もいますよね。これ、地上戦では、まあ、相当強い編成になってるはずなんですけど、全然歯が立ってないですよね、これ。で、割と硬いんですよね、この防衛の支流ね。で、猛角がだって釣られてるわけでもないのにしっかり動きを止めてますよね。こりゃ強いわ。笑ってまうぐらい強いなこれ。そしてそんなに何個も見てもしょうがないですけど、もうちょい見ていこうか。ここまで見ましたね。ここか。ここはどうや。おー、ゼロ枚ですね。38% です。やっぱり支流側から行ってるんかな、これも。あー、支流側から行ってますね。いや、こういうの見てたら、頂上でしっかり2枚を取りに行く練習しててよかったなと思いますね。僕、頂上ではね、9割方ぐらい2枚取れてるんですよね。どんな相手でも取れてるんで、まあこれからはそういうのが生きてくるようになるんじゃないかなと思うんで、頂上でも活躍できるんじゃないかなという気がしております。で、助っ人の支流が即死して、で、誰か攻撃したけど全然死ななかったですね。お、支流やれるかこれ。あー、やれない。死なんな支流。乱世王道で回復を抑えられてんのに、まあ死なんな。これは、これはえぐいわ。ゆっくり見たことなかったですけど、改めてこの頂上では無双してますね。まあさっきちょっと触れましたけど、今そんなね、頂上に情熱を燃やしてる人も少ないと思いますので、まあこれを見たからといってね、支流を取ろうとはならないとは思うんですけど、それでも強いわ、これは。はい、周囲は即死して、ここで文王でも狙ったんですかね。文王狙ったけど2強のシールドがあったんで、倒せなかったっていうことだと思うんですけど、ここで排水が発動して一気にスキルゲージが溜まって打って、で、剣が消えたら。あ、ちょっとあれですね、点を禁止に止められてましたけど、まあ、すぐスキル発動していう感じですね。はい、こんな感じです。なんで今まで2枚を取る頂上のやり方をやってこなかった人は、支流側から出すときは支流を用意してくださいということしか言えないですね、これは。そうですね。これぐらい最後にしようかな。お、これ2枚取られてますね。ちょっと、旅網以外で2枚取ってるのを確認したいですよね。天意。主君、文王。あー、これは、どうも、旅網で締めそうな気がせんでもないですね。
うん、やっぱりそうですね。これが確実ですね、対支流の場合。ただ証拠何もしませんでしたね。これやったら左側から出してた方が硬かったんじゃないかなと思いますね。まあ両遠霊とのタッグであわよくば倒せたらと思ったんでしょうけどね。はい、死にました。右上ぐらいから直撮りできるかな。出てこないですね。右上で、あ、軍切ったか。ただ支流はぶっ倒して城といった感じですね。はいはい。そしたらですね、最後に僕自身がそうですね、ちょっと2枚取ってみようかな。この陣形から、この今の見てもらってる陣形じゃないですけど、さっきの頂上での陣形から2枚取ってみましょう。陣形をこれに変えて、で模擬ですね。はい、この陣形からなんですけど、さっき説明した通りね、僕は上からリョムを出す形にするんがいいんじゃないかなと思います。で援軍を転移で釣って、回復法主刀をなんとか壊しときたいんですよね。壊れたかな、よく見えませんが。でこんな感じかな。ちょっと助っ人がいないんで、そこら辺は雰囲気変わってくると思うんですけど、まあしょうがないですよね。助っ人がいればサイドカットぐらいするんですけどね、助っ人を使ってね。でまあちょっとゆっくり見て死ぬの待ちましょう。ちょっと厳しいか。スキル打てんかったか。見てらっしゃい。これで上に流れるようになればいいんですけど、どんな風に削れていくかな。なるほど、そうなったか。そしたらこれ天下で焼いといて、これで煉獄ターゲット自家どれ取れるか。よし、取れましたね。これで取れたんじゃないでしょうか。もうかく年はもう格にかかるか。くそ腹立つわあんだけ偉そうに言ってて取れなかったんですけど、なんとなく雰囲気は分かってもらいましたかね。今煉獄にターゲット取ってすっと城にね、リョモが行ってたら取れたと思うんで、猛角のタイミングをね測らないかんですよね。猛角にかからんタイミングでやってたらいけてたんじゃないかなと思います。くそ悔しいな、もう一回やっとろ。うわー、さっき回復ホスト壊れてたのに今回壊れんぞ。ああさっきほどうまく削れていかないかもしれないですね、これ。ただ文王はええ方向に行ってるかな。さっきはね、下に行きすぎてて、この将校は削るのが大変だったんですよね。はい、いい感じで移動してます。主君はどうかな。これが狙いだったんですけどね。
文王はね、さっきはうまいこといきませんでしたけど、ああいい感じですね。これであとはタイミングですね。まだやな。次動いてこんぐらいかな。敵を掃討しろ。これでいけたんじゃないですか。主君行くかい。まあただ、なんとか取れましたね。猛角の方には行きませんでした。なんで、この陣形でしかも紫龍が防衛にいて、自分が紫龍持ってないってなったら、こんな感じで2枚取るんが硬いと思いますけどね。なかなかね、リョモでもね、紫龍とどめ刺すんに時間がかかるぐらい硬いですからね。まあ2枚 60% いうところですね。はい。そしたら今回の動画が役に立ったとか面白かったと思っていただける方はですね、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。